こんにちは、タクです。今日はネットビジネスゴールデンクラブという、塾をご紹介します。画像の写真、この動画の写真に載っておりますように、児玉あゆむさんが、主催して行われる、ネットビジネス塾です。で、まあ今ベッドビジネスもですね、いろんな、媒体を使って、アフィリエイトだったり転売だったり、セトリだったり、まあいろんな方法があるんですけども、まあ一応ですね、児玉あゆむさん自身が、もともとはオンラインセトリですね、をやられて、まあネットビジネス参入して、一気に稼いで、まあ会社を辞めて独立されて、まあこの方自体も、まあマーケッターとしてですね、もともとそういうサラリーマンの経験がありますから、まあ、時代を読む、市場のを読む、どこが儲かる、どの視点、どの切り口でどうやれば儲かるかっていうのを、ものすごく、まあ、実際に仕事をしたり、ご自身の経験で勉強されて、ネットビジネスですね、で成功されて、まあ、完全独立されたという方です。まあ、書いてある通りですね。そういったネットの転売とか、アフィリエイト、まあ、あらゆるジャンルのですね、ネットビジネスを、まあ、行っていくということになってまして、まあ、ここにも書いてるように、事例で、Facebook で顔出さずに月1000万稼ぐ方法、LINE を使って3時間で数千万円稼ぐ方法、30秒で書いた2行のメール1通で71万円稼ぐ方法、ですね。まあ、その時々のですね、まあ、最新の、まあ、マーケットとテクニックを使って、まあ、ネットビジネスを展開して一気に成功しようということになっております。で、まあ、当然ですね、この、まあ、ネットビジネスゴールデンクラブに、まあ、入られる方はですね、まあ、初心者ももちろんそうなんですけども、まあ、ネットビジネスにも慣れてですね、まあ、つわものと言われるような、まあ、稼れている方もそうですし、あと、まあ、ネットビジネスの業界を長くてですね、一線で活躍されているアフィリエーターさんとか、ネットビジネス会社の社長さんです、経営者さんも、まあ、参加されることなので、初心者から上級者の方まで一度に会して、まあ、ここで、まあ、報告会みたいなのを行って、まあ、いろいろ情報収集ですね、情報を仕入れたり、提供したりして、まあ、お互い情報交換しながら、まあ、どんどん伸びていきましょうという、まあ、塾というかサロンですね、みたいな形になっております。まあ本当にベッドビジネスというのはですね、まあ無限の可能性を秘めているとはもう過言ではありません。確かに月5000円稼げない方、月1000円も稼げない方たくさんいるのも事実なんですけども、児玉あゆむさんのようにですね、もう運を超え稼ぐような方もいらっしゃいますし、まあ与沢翼さんとかもそうですね、実際にその運を超え稼いでですね、日本の経済とか、まあ、税金を納めてですね、日本にまあ貢献してる方っていうのはたくさんいらっしゃいます。まあお金を稼ぐということは、まあ、自分自身の能力を高めるということもそうですし、まあ、日本にも貢献すると、税金を納めて日本に貢献して日本の国力をさらに強くするということにつながりますので、まあ、当然自分自身もそうですし、これから下の世代ですね、子供さんとか、赤ちゃんとかがですね、まあ、より良い暮らしができる日本を作っていくという上でもですね、まあ、こういった起業をしてお金をしっかり稼いで、そして、税金をしっかり納めて、またその税金取られたというだけじゃなくて、税金を納めた分でまた稼ぐという考え方をしていけばですね、絶対自分自身も伸びていきますし、お金儲けもですね、うまくなると思います。まあ本当にネットビジネスというのは在庫を持たないビジネスですから、まあすぐに参入できますし、まあダメであればすぐ撤退もできますし、そんなにそのリスクというのがありませんので、まあ初心者の方でもですね、取り組みやすい、入り込みやすい、まあこういった塾をですね、塾とかサロンとかを利用してですね、稼いでいただいて、本当にそのネットビジネスの部門で、一定のポジションを確保していけば、お客さんもついてくるという形になりますので、ぜひ、ネットビジネスやられたい方はですね、
一度このネットビジネスゴールデンクラブ、一応2期募集になっておりますので、あの6月の末まで、6月の何日だったかな、結構期間限定になってますから、もしご興味ある方はこの動画の下の URL をクリックしていただきますと、この、説明ページに飛びますので、一度ご確認になってみてください。あの本当にあの初心者の方から上級者の方まで一度に返して、こういったあのサロンを開くっていうのは、まあ、あまりありま、もう見たことはないですから、まあ、一度ですね、あのご自身の目でご確認いただいて、ご興味あればあの入会していただければと思います。以上、ネットビジネスゴールデンクラブの、ご紹介をさせていただきました。タックでした。ありがとうございます。